ラテン音楽の聖地、南米アルゼンチン。ここで民族楽器チャランゴに魅せられ、演奏と踊りを融合させた独自のスタイルを確立した佐野真理さん。この日は午後からラジオの仕事。今や真理さんのチャランゴの腕前はアルゼンチン全土で知られており、年間50ものラジオ番組に招待されているのです。やってきたのはローカルの FM 局。最新音楽を紹介する人気番組に招かれました。Estamos escuchando el exquisito disco de Mari Sano y estamos con Mari en el día de hoy, este jueves. Konnichiwa. Buenas tardes. ¿Cómo anda? En japonés. Jibun ni shika dekinai koto o yaritai.そんな思いで、マリさんはよく日本語の曲も披露するそうです。Alguien que viaja tanto y tiene tanto interés por las culturas diferentes y cómo mezclarlas en esa amistad musical, tiene mucho para dar. De solo verla te das cuenta que es interesante. チャランゴを通じて広がっていくミュージシャン同士のつながり、国境や性別を超え音楽で通じ合えるマリさんの大切な仲間たちです。思えば日本で音楽活動を始めた時、マリさんを支えてくれたのはお父さんでした。しかし、そんなお父さんとはアルゼンチン行きが引き金となり断絶。現在の活躍を見せることも、そして感謝の気持ちを伝えることさえもできなかったことが今も心残りだと言います。行くのをやめたと言って実は来てしまったという、はい、そこからちょっと溝が深まってしまったんですけど、6ヶ月近く話してなかった父が電話に出て、でその時の声が忘れられないんですけど、本当におーマリカーって言って、なんとなくほどけたような声だったんですね。その時すごく忘れられないんですけど、その翌日亡くなってしまったんで、はい、すごくそれが忘れられないですね。はい、父が亡くなってもう11年。しかし今でも父の存在を感じられる場所が意外にもこのアルゼンチンにあるそうです。その場所とは市内を走る地下鉄。実はこの地下鉄、東京の丸の内線の車両を再利用しているのです。ああ、行ってんねや。父が勤めていた会社がですね、はいはい、日本からアルゼンチンに、輸出したっていうんですかね、持ってきたんです、はい、ここの、電車に乗るたびに父を思い出しますね。寂しい気持ちになるとこの地下鉄に乗っていましたね。アルゼンチンに渡って11年、たった一人で頑張ってきたマリさん。将来のことについて聞いてみました。かれこれ20年前はそんなことも考えましたけど、実際その音楽が始まってから、うん、そういう家庭の生活は望めないと割り切りました。ただやはり無視できないし、考えているのは母のことですよね。何かあった時にそばにいたいですよね。そういう
いたいし、何かあったら飛んでいきますね。母さん、いかがでしたでしょうか、ご覧になって。ありがとうございました。感動しました。どうでした、自分のその想像されてたマリさんの生活と実際ご覧になって。ああいう生活もあるんです生活も、ね、夢を持って生活してるっていうことは、お住まいとかそういうのは関係ないんですねなんて言い方おかしいですかしらね。そのように、ね、でも感じられた、はい、でも幸せそうでしたね。あ、元気にそのように、生き生きしてるのをね、すごく見て安心しました。あ、そうよかったです、はい、お仕事はどうでした、あのライブとかもらって。なんかよくわからないわあれが彼女の、あ、これでよかったのかなって、うん、こういう人生もあってもいいのかな、そうですね、娘には合ってるのかななんて、うん、お金に換えられない満足感があるという言葉を僕はどれぐらいの人たちが言えるだろう、ね、そうですか、この後、はい、あのお母様からのお届け物を届けておりますんで、はい、引き続きちょっと VTR 一緒に見てみましょう。この日の夜もマリさんはライブハウスへ。今ニセトというあのライブハウス一番、はい、に来ています。かっこいいわマリさん。ステージにはアルゼンチンで有名な女性ミュージシャンの姿が。実はマリさん、アルゼンチンのアーティストを取材し日本の音楽雑誌に紹介する活動もしているのです。ケタールインクレイブレグラシアスラベルデケエモシオンインプレシオナンテノシンパラブラムチシマグラシアス。尊敬できるあの年配の女性がいるっていうのは本当に、素敵なことだし、アルゼンチンたくさんの方がいらっしゃるんで、あの毎日幸せです。マリさんには今描いている夢があります。踊るチャランゴで世界中の国を演奏して回るのが夢でもありますし、チャランゴを通じて友達がたくさん欲しいですね。夢を描く力をくれたのは今は亡きお父さんでした。父はすごくあの厳しい人でした。特に私には厳しかったです。逆に甘えることができなかったんで、父にそれがあのすごく強さに今の、 あの強さになってると思うんですけれども、父の猛反対を振り切りアルゼンチンに渡って11年、その溝が埋まらぬまま、そして今の活躍を見せることもかなわぬまま、父は帰らぬ人に。マリさんにお母さんからの届け物です。ああ。